はい。団地の押し入れをおしゃれなクローゼットに改造しようと思います。もう去年すでに襖が取っ払っちゃってペンキも塗っちゃったんだけど、まあその後のね、様子を紹介していこうと思います。人生においていろいろと問題に直面することがある。しかしのっぽさんはこう言うだろう。悩んでる暇はない、工夫をしろと。そうなんです、のっぽさんは喋ることはないけれど我々に工作を通じて教えてくれました。人生に必要なことは見直しと工夫と習慣である。もし困難なことがあったとしてもその3つで乗り切るのだと。人生は無理やりだ。このような感じです。なかなかいいでしょ。でね、まだ襖がある頃の映像が僕の過去の動画でありました。こんな感じだったんですよね。それで襖を撤去して今はこんな感じに仕上げております。で、下の段はこんな感じ。この鉄パイプをね、ユニディで買ってきまして、こういう金具でね、天井に固定で、この辺りがね、腐ってたんですよね。ベニヤがね。で、開けてみたら雑な作りという感じ。コンパネをね、ユニディで買ってきたんで、ここにこうやって貼っつけて、後でペンキ塗ろうと思います。で、奥側にはユニディで買ってきたヒートをね、打ち付けて、ここにはですね、帽子をね、かけるのにちょうどいい。お母さん、あの帽子ですよ。浅草で買った帽子。なぜか捨てられず、未だに持ってます。かぶる機会もないのに。Mama, do you remember? まあ、ここはですね、帽子掛けとして、奥側の方をね、有効活用ということで、こんな感じ。リサイクル屋で手に入れたお尻なんですがね、ちょうどいい感じで収まりますね、これね。こんな感じね。こいつもね、色を塗りましょうかね。断熱材を埋め込んでみました。木工用ボンドをね、塗って、コンパネで塞いでみたいと思いますね。釘使うのもね、近所迷惑なんでね。少し隙間がありますけども、ペンキ塗って塞いでしまえばいいでしょう。完成しました。どうですか。ペンキ塗りも終わってます。はい、そういうわけで今回の DIY は団地の古い押し入れをおしゃれなクローゼットに改造となりました。大好き。行こう。ユニティ。